こんにちは、マリンです。はい、ということで今日はじゃーん、ホテルニューオータニにお姉ちゃんと泊まりに来てます。お誕生日おめでとう。お姉ちゃんが誕生日を迎えました。そんな今日はお姉ちゃんと一緒に過ごしたいと思います。これからディナー行きます。ディナーの服装はハリプトゥにしました。行く？そろそろ時間だよ。行きます。おめでとうのコーラ。うん、カクテルだ。ワインじゃない。あれコーラです。コーラ。すごい柔らかい。はい、ガリプです。輪ゴム持ってきた。輪ゴム見てきて、これやるだけでむくみなくなる。美味しいかな。カナダドライが一番美味しいかもしれない。プレミアム。うん、美味しい。ダブルでーす。じゃあ撮るよ。じゃあ一応ニュータン。マリン。テンションのお店だとは思うよ。いつもだったらめちゃめちゃ飲み飲みで、さすがに頼んじゃうさ。決めてた。ホテルニューオーカーって来た時に、マリンわかんなかった。迷いました今。ただいま。じゃーん。今日のお部屋でーす。わかりましたプルン。うちだけなのかな、こうやってバスタオルでさ髪の毛をこうやって。あ、めっちゃいいね。髪の毛そう。ということで、まったり過ごしていきたいと思います。はい、寝る準備できました。明日いい日になるね。はい、それでは明日に備えて寝たいと思います。おやすみなさーい。おやすみー。おやすみー。グッナイン。おはようございます。着替えも終わってメイクしていきます。お姉ちゃんの結婚式当日なので準備していきます。やることいっぱい。私もホテルで泊まっています。あっという間に時間を過ぎちゃった。楽しくて
今日は振り袖をなんと着るので楽しみ。今年すごい振り袖たくさん着てるの。振り袖とか着物とかなってるよ。この後朝ごはんにも行きます。やばい、私あんまり結婚式で行ったことがなくて、お兄ちゃんの結婚式が初めてだったんですけど、それ以来なんで楽しい。絶対泣いちゃう。幸せになってほしいです。ウェディングドレスめちゃめちゃ可愛いんですよ。お姉ちゃんに借ります。これ欲しいな、めっちゃいい。ルナ借ります。最近はお姉ちゃんとお姉ちゃんの旦那さんと3人でよく出かけてますいつも私がついていっちゃう。お姉ちゃんの旦那さんもすっごい優しい方で、何かと私くっついていっちゃうので、邪魔しないようにね、これからは。でもね、いつでも来ていいよって言ってくれるのでひょひょひょいって行っちゃいます。今日はめいっこちゃんたちも来ます。嬉しい。お兄ちゃん夫婦も会えるし、家族みんな揃います。早く会いたいな。めいっこちゃんがリングガールやるんです。めっちゃ楽しみなんだけど。おはよう。めっちゃよかったよ。めっちゃいい。あれ以上書けない。難しいよね、手紙って。ありがとうございます。未来信じて、弾む若い力力信じて、この広いこの広い。顔好きでしょ。水彩めっちゃいいよね、うん、でもあの化粧水つけた方がいい、うん、はい、まあこんな感じでいっちゃう。やばい、前髪やばくない？見て、やばい、ふわふわしてるさつきっていうところに行きます。さつきがダメだったのでガーデンラウンジに行きました。めちゃめちゃ並んでたね、2、30分待ちだったのでガーデンラウンジに行きました。朝食食べてみたいと思います。ちょっとずつスイーツもありました。おいしそう。おいしい。ここでよかった、ね、好き嫌い激しいから王道で、うん、時間が意外とな、うちらの判断は正解だった。そういう時大体失敗するの、うん、なかった。メッチトーストだけだった。牛乳の布巾とかに貼ってきたかな。うん、牛乳の布巾でコーンフレークがあった。コーンフレークがあった。があった、があった。え、カノンなんて言ったか分かってる？コーンフレークとかないのかなって聞いたのね。パンケーキとかないから好きだよ。コーンフレークって動画、記憶あるからどっちが正解？絶対パンケーキって言ったね。うん、なんかパンケーキとかあんのかなって言うから、え、パンケーキはない。え、本当に？牛乳のあたりとか、うん、マリオハッてな浮かんでたうん、おいしい迷惑だねえねえねえ、どうやって食べるの？見て、大地って食べたことないんだよね、まだ。牛乳めっちゃおいしい。最後に大地食べる、ね、でもフルーツもう一回行きたい。元取らなきゃ。元しかないの。締めのバナナすごいおかわり言ってるよね。うん、また行くんだろうか。彼女の質問コーナー大丈夫。どうぞ。何か質問あるかどうですか。結婚式の当日ってどうですか。楽
ぱり今までの思い出がたくさん蘇ってきて家にいるよりこういうところにいた方が実感が湧くかもしれない。確かにみんな無事に来てくれればいいなと思います。でも大好きなおばちゃん来ないんです。発熱してしまう。体調不良はもうしょうがないから来る人は交通事故だけ気をつけてもらって本当に準備大変だった。準備すっごい大変で、まだ手紙書いてません清書してませんこれから書きます。やっぱり結婚式を挙げたことがないからさ、初めてのことばっかり。そうなんかお母さんもずっと言ってなかったな、楽しみよりもなんか大変なのがなんか最初に来るみたいな。最後の3週間ぐらいが本当に忙しい。本当に1ヶ月前ぐらいまではみんなから結婚式大変でしょって言われたの、全然まだやる、いや全然楽なんですけどみたいに思ってたけどやることにこれもついに今日で分かるそこに入れてる人なかなかいないここに入れるとこれを早くどかしたいから頑張りたい。確かに頑張ろう。良い日になるといいね、楽しもうね。ごちそうさまでした。これで私は先に美容室に行ってきます。